はい、どうも皆さんこんにちは、会長です。今回はですね、バトルアリーナ現環境においてね、かなり刺さってるであろう編成を紹介したいと思います。はい、キリアスですね。まあ、今回はちょっと真面目回かな。まあ、キリアスの強さ、現環境において、まあ、どこが強いかっていうのを話して、まあ、最後にね、まあ、簡単な立ち回りもね、話していこうかなと思います。まあ、詳しくはちょっと、まあ、あんまり別に環境ティア1ってわけじゃないんでやらないんですけど、まあ、軽くね、皆さんが使えるような形で、まあ、お伝えできればなと思います。はい。で、まあ、今ね、まあ、いろんなキャラが強いです。いろんなキャラが強いから、まあ、やっぱりいろんなキャラ編成に対応できるね、編成じゃないと勝ちきれないんですよね。うん。とりあえずティア1編成こすっておけば勝てるみたいな、そういうのはないんで、難しいところではあるんですけど、そんな中でもやっぱりね、アインズが多いです。オバロコラボでもモナベアインズが増えたり、まあ、純粋にノガド前転カウンターとかめちゃめちゃダメ化が多いから、まあ、カノオネ足んないんですよね、アインズに対して。カノオネが足んないってなった時に、あのルルカがやっぱ出てくるんですよ。でルルカが出てくるから、まあアインズルルカ編成とかだったり、まああとはリリカルルカね、いう編成だったりね。まあ、リリカは工場でも組めるから、まあ、アインズ使えない人はリリルル編成で、まあ、結構やってることが多いですね。まあ、アインズが結構ね、体力低いから、まあ、リリカが 2,3 パンでやれたり、まあ、射程で勝ってるところから、まあ、アインズに対してリリカ意外とね、強く出てたりするんで、リリルルもかなり多いです。今泣いてみたいにね。うん。まあ、そういう相手に対して、キリアスかなり刺さるんですよね。うん。まあ、やっぱり、前線2枚が、まあ、スプリンターとアタッカーで、まあ、身軽なんで、まあ、ルルカのね、ドンキとかも当たりづらいっていう、避けやすいっていうのもあるし、リリカがやっぱり脆いし、まあ、アインズも脆いんで、まあ、そういう相手に対して、やっぱ貫通が刺さるから、まあ、マジスクイララが結構ね、ブース刺さるっていう。まあ、そういうところが、まあ、かなり強いね。まあ、あとね、やっぱ前線いろいろ工夫できて対応できるっていう。まあ、ところもあるし、まあ、ヒーロースキルもかなり強いっていうのがね、強いね。うん、リリバフとかもね、キラスどっちも合わせれるんで、なかなかに強いし、まあ、ルルカヒーロースキルも、キルトヒーロースキルとかでね、おごっちゃえば、全然ね、踏めるんで、まあ、マジでおすすめ。うん。まあ、ただ、ちょっと難しいね。うん、めちゃめちゃ難しい。連携がかなり必要だったり、キリアスの理解度が必要だったりするんで、工場で組めるし、強いとは思うんですけど、まあ、なかなかに難しいね。やっぱりさ、マジスク起点で、まあ、後ろからキリとか、まあ、号令習慣差し込んでとか、まあ、マジスク入れたけど、ゆららと習慣が被らないようにしてとか、まあ、いろいろ兼ね合ったり、アスナがカード吐き切ったら、キリトと戦線交代したりとか、まあ、交代するんだけど、アビリティが切れないように、まあ、ちゃんと近くにいたりとか、まあ、難しいんですよね。その立ち位置、前後関係とかが。そのリリルルとかだと、まあ、リリカが後ろからペチペチしてリルカがちょっと前でドンキぶん回していればね、良かったりするんで、まあ、やること単純で簡単なんですけど、まあ、いろいろ要求値が高いのがキリアスなんですけど、まあ、それでも強いね。うん。まあ、そのアット1に関しては、まあ、今回バグドールなんですけど、まあ、なんでもいいかな。バグドはまあ雑に強いなって印象があります。アインズでもいいし、まああとはルチアーノとかもね、いれば、そのキリアスヒーロースキル強いんで、まあちゃんと自陣でヒーロースキル貯める立ち回りして、後半に展開していくのもいいかなって思うんですけど、まあ今回はバグドールでヒーロースキルあんまり貯める必要がないのもあって、詰めてます。まああと相手がね、今リリマルだからっていうのもあるよな。まあ、リリマルもね、工場で組める代表みたいな、遠征だよね。まあ、マルコスもリリカもリバゼンで組めるし、マット1がアクアとか結構雑に何でも、詰めるキャラなんで、めちゃめちゃ使いやすいかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりリリマルはステージによってはね、積んだりするんで、まあ、そういう面でも僕はキリアスを押したいかなと思います。まあ、ただよ、普通にルルカ編成とかも強いから、まあ、強いし、彼らもね、全然工場で組めたりするんで、まあ、そこら辺は、その使えるキャラだったり、好みだったりするから、まあ、今回あくまで選択肢の一つとして、まあ、持っておいてくれるといいかなと思います。うん。まあ、使えるキャラやっぱ人によって違うし、まあ、新しく組んだ人とか、まあ、その都度固定は変わると思うんで、まあ、その人に対して、
まあまだキリアスも全然使えるよみたいな、戦えるよみたいな話をして、まあそのリリルル組めない人とか、まあアインズできない人とかいたら、まあ提案してあげてもいいんじゃないかなと思います。まあ即席でやるにはちょっとね、難易度高かったり、まあキリアスやり慣れてないと難しかったりするんですけどね。まあ難しいね。まあそこはもう TS だったりするんで、まあその工場でしか組めない、コラボが入らない、デキレが低いとかだったら BS 鍛えるしかないからね、まあ、そこは頑張ってくれっていう感じなんですけど、うん、まあどっちかはないとね、バトラデキレか PS か、うん、まあ頑張ってほしいですね。まあ勇気とか刃とかあるとまあアスナは強いんですけど、まあそれでもディバゼンで、まあ、イエーガーになっちゃうと、まあ正直ね、難しい。火力が足んない。イララの火力が足んなくて、こんな風にね、ワンパンできないんで、さすがにディバゼンで、なんとかするしかないね。あとディバゼンあると、アインズに対してとか、まあ、ノガド前転、吐かしきれることができるんですよね。まあ、射程管理しっかりすれば、まあ、相手はマジスク警戒して先にノガド前転どっちか入ったりするんで、まあ、そこで離れて、もう一回前転で詰めてとかすると、まあ、ディバゼンでもね、相手のダメが吐き切れて、まあ、その後マジスクイララでやれたりするんで、まあ、カットにはカットにで強みがあるから、まあ、工夫して立ち回るといいかなって思います。そのマジ勇気刃のアスナの立ち回りと、バトアレのディバゼンイララの立ち回りってかなり違ってくるんで、まあ、そこら辺はね、まあ、やり慣れて頑張っていってもらえればなと思うんですけど、うん。まあ、なかなかそのディバゼン使ってダメージを食らわないようになんとかね、しないといけないからね。この工場のアスナは。コラボアスナはなんか、もうイエガーで突っ込んで、とりあえず、刃で一人ぶち抜けばいいしね。うん。まあ、一人マジ勇気で無理やり持ってって、もう一人刃合わせて、可能ねすら上からね、いなしていくみたいな感じの立ち回りができちゃったりするんですけど、まあ、そういうところができないから、まあ難しくはある。でここはゆららで拾って、まあ、奥行ってカバーに来た、ミクを倒して終わりかな。アスナね、ダッシュの範囲が広かったり火力が高かったりするから、まあ、ダッシュもね積極的に使えればいいね。そのガンナーの、まあ、ダメ化を吐かせるのもそうなんですけど、まあ、スプリンターに対してもその三段ダッシュがかなり軽くいい火力出るんで、まあ、積極的にね、スプリンターもかもれるスプリンターって感じで立ち回っていくといいかなって思います。はい、まあ、あとヒーロースキルが発生早いから、まあ、キリトもアスナもそうなんですけど、まあ、雑に合わせて使えれるんだったら使った方がいいね。昨日の動画の回みたいな感じで、まあ、とりあえず相手が吐いたら吐いてみたいな、まあ、とりあえず3点取ること大切だったりするんで、今日のステージは割かし近いステージもあるから先に詰めたい。で、マジスクはこれ合わされていくが、まあ、とりあえず普通のキリアスだったらマジスク起点で、まあ、ゆらら吐くか、後ろから、まあ、号令習慣吐くかみたいな立ち回りが、まあ、テンプレかなとは思います。まあ、僕はね、結構白光暗示キリとしちゃうんで、まあ、そうなると逆にアスナ後ろに置いて、白虎暗示で前でヘイト買って、後ろからマジスクを安全にかけてもらうみたいな立ち回りもね、できたりするんですけど、まあ、基本は、アスナのマジスクが先かなーって思いますね。ね。多分ね。多分。もう俺が特殊なのもあって。でも逆に、そのキリアスって、いろいろ立ち回りが工夫できるのもいいところかなって思うんですよね。入ってるデッキによって、立ち回り変えてるし、変えれるし、攻め方も変えれるし、ね。まあ、そういうところも魅力の一つかなって思います。まあ、難しくはあるんですけど、まあ、その分自由度が高くて、いい編成ではあるんで。まあ、ナイス号令、ダッシュで削って、上からやってもらって、アビリティの通常でしっかりやって、で、これは、ボイドール先張りがかなり偉いね。ちょっと習慣当ててくれたんでやって、C 取って、C じゃねえ、奥取って、いい感じですね。アビリティがマジで強い。デキリがね、ある程度なくても、アビリティで、まあ、それをね、補ってくれるのも、キリアスの強みだよね。まあ、逆に、リリルだと、
まあ、リリカができれなくても我はするんですけど、そうなるとやっぱりリリカが賢明がないと無理だったりするんで、まあ、そういうところが要求値高くなるなって。向上は向上なんだけど、まあ、メダルとか、まあ、そういうところも関係してくるから、まあ、アスナは、まあ、アビリティで、まあ、ゆららな火力は上がんないんですけど、まあ、ダッシュの火力とね、まあ、キリトの、まあ、周回の火力とかね、まあ、上がるから、まあ、そこで頑張るしかないね。まあ、誰にゆららを振るかっていうのが結構重要かなって思います。まあ、今回の相手だったら、まあ、バグドール最優先で、まあ、ルルカは正直シリア合わされるから、あんまり吐きたくないな。まあ、ボイドールも残った相手に残ってたら、まあ、全然ね、あの、マジュラ吐けるんだったら、まあ、吐いて刈り取っちゃってもいいかなと思います。で、ここは、HA 構えてたんで何にもしなかったんですけど、なんかいい感じに壁に引っかかったかわかんないけどバグドールが抜けちゃってやられていくと。なっきりとそういうの多いけど、まあしゃあないしゃあない、まあ、って感じでね、切りやすでした。まあまたね、余裕があれば他のね強い工場の編成、まあたくさんあるんで紹介できればなと思います。まあよければね皆さんやってみてください。はい、ありがとうございました。